OK ですかね、みんな揃いましたかね。じゃあ最後グリッター戦になります。気合い入れていきましょう。オーダー発表します。1番センターレフト堀江さん、2番センターライト拓磨、1番2番コンビ、3番セット中村、はい、4番ライト岡野、はい、4番5番サード田中、6番ファースト高橋さん、はい、オッケーっす、気が楽です。ワン、ツー、スリー、ライオン。いやーでもまさか一巡するとは。そう、采配がバチッと決まったっすかね。田中さんと高橋さんがいなかった瞬間も本当につながりが本当っすね。そうだ、なんとか無事一勝できてよかったです。お疲れ様でした。瀬田さん、1、2、3だな。そして、おう、最後行こう。よし、さっき試合前、ワン、ツー、スリーって言ってたの。瀬田さん、行け。以上、1、2、3、ライオンズ。ふぅー、ふぅー、ステイホーム。はい、どうも、終わりいいということで、デート終わりましたけれども、終わりしてました。今日は12月6日、6日、はい、本日2試合行いまして、先に成績の方から、先に1勝1敗、我々は1敗1引き分けということで、で最後の試合やりました、やりました結果が、13対11ということで、トッキーのチームが勝ちました。おめでとうございます。いや、これね、あの一橋さんのね、采配ですよ、全部、よかった。まさかの、いや、まだ僕たちのクラスっていうかチームは小学何年生、あれ5年生と3年生、そう、小学生3人いて、まあ、ちょっと最後試合出してあげるかみたいな感じになったんだけど、まさかのバッターボックス立ったらストライクゾーンがめちゃくちゃ狭くて、全員塁出てます。で、私三振してます。年内これ最後の試合でしたけれども、すごい楽しかったですね、やっぱり、はい、ソフトは、はい、ということで、また次は次は太田空のお部屋大公開、料理やりますんで、車椅子で、まあ、どういう日常生活してるのか、ぜひ見てください。はい、じゃあ、なところで今日もありがとうございました。ありがとうございました。うっす、うっす。